妙に女連れが多いなって思ったらバレンタインだったのか。今日お前なんかこう浮いた話とかないわけ？こっち来てそろそろ1年だろ。俺なんか若い時はそりゃ。お邪魔します。ちょっといい？なんだよ、そうならそうって言えよ。あと頼むわ。ごゆっくり。はあ、こんばんは。ありがとう。それじゃ出所祝いパート2始めよっか。もう平成すぎ、お祝いだよ。あ、そうだった、お祝いの前に。あの日いなくなったと思ったら少年院行きだなんて、本当に心配したんだよ。よし、許す。でもさ、これからは一緒に乗り越えたいんだ、辛いことも苦しいことも。じゃあこの話終わり、次はお待ちかね。はい、チョコ。結構期待してた？そっか、じゃあ期待に応えられてよかった。なんか実感する間もないぐらい忙しかったけどさ、帰ってきたんだよね、元の現実に。あのね、私モデルの仕事頑張ってるよ。志保ともたまに連絡取り合ってる。そう言ってくれるとすごい勇気出る。ねえ、隣行っていい？来月向こう帰るんだよね。うん、死ぬほど。住む距離が離れたって心はそばにいるし。私さ、怪盗団結成した時はもう志保みたいに苦しむ人を出したくないって思ってた。でもね、今はそれだけじゃないんだ。怪盗としてじゃなくて、私自身の力で救いたい、っていうか幸せにしたいって思える人がいるの。さて誰でしょう。